本日のカープライムヴィンテージタイム、なんとじゃがじゃーん。ほらこんなとこ来てんの。なんでかっていうと、カープライムは2周年を迎えました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。そしてなんと10万人登録、ありがとうございます。10万人登録2周年記念ということで、星野一義スペシャルお送りしたいと思います。伝説の男行ってみたいと思います。インパル世田谷にありますね。それでは行ってみたいと思います。人の地域からね、マスクしないと。こんなのが飾ってあるわけよ、インパルは。俺ね、インパルグルの1992年のテレ東のね、モーターランド2っていうので昔来たよ。全然星野さん俺の名前も覚えてくれなかったよ。行こう。こんな感じ、なかなか洒落た店だね。上から目線ですいませんけど、なかなか洒落て、すいません、お邪魔します。和樹さん、よろしくお願いします。そんな星野さん、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。さあ、ということで、俺は星野さん家来るのが1992年以来、モーターランド2以来にインパルにお邪魔します。よろしくお願いします。どうも。和樹がこんなちっちゃい頃こんなちっちゃい頃に俺は来たんだよ、ここに。ここじゃなかったんだよ、吉祥寺だっけ。どうぞどうぞ。You'd have to rebuild me from the ground up, from the ground up. さあ、それでは1992年以来です、僕はインパルにお邪魔するの。はい、あの頃テレビ東京でモーターランド2っていう番組があったんですよ。でその時星野さんもグループ A で3人 GTR 乗ってたの、カルソニックで。和樹がこんなちっちゃいのちょこちょこ星野さんにくっついてきて、それ以来です。あ、懐かしいね。いや、めっちゃ懐かしいですよ、これもう。これ星野さんと俊夫さんですよ。そうそう、これ、ね、引退記念で西さんが作ってくれたの。これはすごい。これ本物よ。え？これ本物って、そのスケールモデルのね。はい。だから木型の本物。5分の1で、ね、ほんとこれ大事にしてんだけど。これはすごいわ、しかし。いや、だけど今回はですね、こんなものもご用意しました。まず、その1。お互いの第一印象、星野さんは全く覚えてません。僕はですね、1979年、はい、日産レーシングスクールで、それで星野さんを知ったの。あの頃、本当に日産もスクールあって、TS1 だった。はい、辻元校長がいて、で北野さんがいて、トッペイさんがいて、で星野さん、長谷美さん、国さん、で和田さん、高橋健二さん、すごいメンバーなんだよ。だから日産レーシングスクールって、俺らいつもね、俺3年行ったの、でいつも30人ぐらいいましたよ。でいや、その中で一番下だから、その中で和田さん、あ、和田がいたんだ。はい、和田さんが一番末席にいました。で、ケンジさんが、おい、和田は水和田さん一番真っ先で、俺はそれをこう見てて、先生方向こうにいるじゃん、俺ら生徒こっちに30人ぐらい、日産怖え。いや、縦社会がすごかったんだよね。はい、で、79年に俺日産レーシングスクール入って、ね、2年目からね、1年目は全く分かんないじゃん、様子が。そう、くじ引きで先生の横に乗れるね。はい、で和田さんとか長谷美さんとか北野さんとかトッペさんとか横に乗れるんだけど、星野さんの横にだけは当たんないの。当たんないの。当たんないの。それは不運だね。だけど、いや、不運なんですよ。それで
1年やって1年目の冬ぐらいに俺がね1000円出して誰かと交換してもらったの星野一義とちょっと交換そう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 したら他の先生はねこんなガキどもだからこんなもんでいいだろうっていう運転するわけよ、うん、俺が横に乗って、うん、星野さん100ある全開って何なんだこの人はってすごい俺もそれからもう2年目からねもう星野一義がいらないってくじ引きで引いてももういらないなんでっていうかなんとなく俺は星野一義が好きっつって他のやつと他のやつも星野さん乗りたいわけよだけど俺は1000円払ってこう交換してもらうのもうね目から鱗どころじゃないね 100R をさみんな普通先生方ってこんなガキどもだから分かりやしねえやん大事に大事に ね100R アクセル戻してスーッと入ってって立ち上がりでアクセル踏んでこれ片手で運転でいけるだろうぐらいの 100R なわけよこの人はうっ100R バーンって入ってって曲がんねえでしょっていうところでパンって離してヒューってドリフトしていくわけよこの人の横以外乗りたくないなるだろだからその時からね俺は星野一義になる心は国さんよ心は高橋国光なのだけど走りはすげえなこの人あの頃ね年間3レースくらいしか出れなかったのうそいや本当で一番でも走行キロ数は日産の中で走行距離か一番なの、うん、先輩の車の鳴らしを全部やったの、ええうん、それね、うん、国さんから聞いた、うん、星野さんはその4000回転5000回転6000回転そこでタイムを出そうとするのか4000回転でそうそうエアピン4速4速でカッて踏むとキャブレターだからクククク息ついちゃう、うんうん、だけど3周コンマ1秒狂わない時あった、うん、4速でもだからそれを国さんが言うわけですよ星野君はね4速でタイムアタックしてるケイちゃんね星野君は4000回転でタイムアタックするんだよすごいいやすごいことやってんだよ4000回転5000回転6000回転で鳴らしなんだよ鳴らしなんだけどその回転数でタイムアタックしてんの星野さんはベンチが1台しかなかったから、うんうん、だから鳴らしを走行でやらないといけないあ、うん、だからそれがそのね、うん、その僕の第一印象です星野一義恐るべしいや本当にでその伝説のグループ A レースねこれはありましたこれ一緒にご一緒走らせてもらったんですよ星野さんはグリーンに肩が落ちたらそこで止めてくれるで星野一義かっけーいや本当にレースしてんだよ俺レースしてんだけど星野一義かっけーどうぞいや本当にいろいろあったねいやだから、うん、あなんかこの人はすげえ綺麗なレースをするなと思ってさそれまでその子供の頃ね、うん、見てたレースってそのマツダのサバンナとね、うん、GTR ともうコース外に直線で押し出すんですよね、うん、であれを見てて俺はそういう人だと思ったのもうなんか小汚いレースをする人だと俺は思ってた、うん、だけど一緒にレースをしたら止めるんだよ本当に星野さんってコツコツ当たるんでどこも割れないのすっげえなこの人でだからそれはね国さんから言われてたね星野君は汚いレースしないよだから正々堂々と戦いなさいって言ったけどもう俺の中でお星野一義選手どうぞいや見たいんだよでも一義は分かんないと思うけど、うん、俺らみたいに一緒に走ってる人間からするとかっこいいんで遠赤がスポンジみたいに使う他の人が走ると、まあ、名前は言わないよ他の人が走るとパンパンパンみたいなでも星野さんが走ると遠赤を
スポンジのようにこうふわっと浮いてふわっと落ちる。だからそれが見たくて、もうバトルしません、どうぞ。バトルします。いや、見たいの。だって、モトクロス上がりだ。だって二輪だったらフロント上げていくし、はい、そこで一番Gがかかるように入るんだよ。でないと3回くらいこう、そうですよね、遠赤で跳ね返されますよね。めっちゃ綺麗な、ほんと綺麗な、美しいっていうの、あの遠赤の使い方が、あれをね、俺真似したね、やってましたよ。だからそれがそのグループ A の頃ですよ。懐かしいね。すげえなこの人っていうさ、まあ和樹は知らないだろうけどね、はい、それはもちろん俺らみたいにこう一緒に走った人間からすると、なんて美しいこう遠赤の使い方をするんだろうっていうさ、みんな真似するんだよ、はい、星野さんみたいに遠赤を利用して曲げてるんだと思うんだけど、はい、あんな綺麗にはいかない。僕も S3 で一回ハイランドで試験やるじゃないですか、遠赤のさ、はい、グループっていう試験が、あの試験で S3 ですごい悩んだ時に一回電話して聞いたんですけど、星野さん、お前遠赤の外側通ってんのって言われて、あそこは遠赤の内側走ってるいや、S3 じゃ絶対無理だよ。飛んでっちゃう、飛んでっちゃう。一回行ってみたらもう飛んでよくそんな嘘を教えますね。いや、この頃車高が高かったね。まあ、もちろんそうですよ、もちろんそうなんですけど、やっぱ他の人は跳ねてんですよ。でも星野さんだけはスポンジの上を走るようなさ、美しいなと思ったよね。本当でもあの頃はすごかった。もうだってこのグループ A レースの時に、あの星野さんはもちろんこう見たいんですよ、俺は後ろから見たいだけどね、嫌いでしたね。いや本当にその俺みたいな、そのペーペーの頃90年代って俺ペーペーなんですよ。そんなペーペーなんて思ってないよ。いやペーペーなんですよ本当に。でそのペーペーの頃ってやっぱね、オートスポーツとかレーシングオンとか他の車雑誌が取材に来てるでしょ、グループ A の。その時にこう聞こえてくるわけよ。あ、土屋お前なんかペーペーだから分かんねえと思うけど、お前時代は星野だよ、クニさんじゃねえんだよお前。もうそれでカッチーンって来てさこんなやろ、ふざけたこと言ってんじゃねえよお前、よで絶対高橋くんに表彰であげんだそれでもうガチで星野さんとやるんだけど、すいませんどうぞいや見たいんだよあの遠赤が本当に。だからもうその頃って92年3年ですよ。そうなんだね。もうマスコミがね、国さんじゃねえよもう時代は本当に本当にもう星野の時代だよって言われた頃。いやその前のね、あれでモトクロスをやってる時に KPGC が3台くらい、うん、北野さん、黒沢さん、高橋さんとこう、うん、本当に綺麗に SG をもう3台がこう横になって、うん、はい、もうあれがたまらなかったのよ。あの頃って星野さんチェリーでしたっけ。チェリー、いや、あのチェリーなんだけど、あの FR 乗せてもらえないじゃん、はい、もうチェリーってもう FF で一番嫌いだったのいや一番嫌いだったの、はい、ところが FF の星野なんて名前がついてきちゃって、うんうん、もうそれしか乗れないんだから本当に FR でピーってこうやりたかったんだよね、はいはい、柳田さん Z だし、そう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 、うん、でもしょうがないよね。まあだからあの日産ワークスの中では星野さんが一番若かったんですよね、うん、一番下。そうですよね、一番下。どこ移動するのよ、車が多かったじゃん、うん、だからいつも運転手よ、うんうん、でも懐かしいな、ね、え、乗せてもらえなかったんだよこんな偉大な人が。いや偉大じゃない、いや偉大な人がさだからそれくらいその日産のなんつうの、年寄りが熱いの、年寄りとは言わないけどそうだね、年寄り軍団がすごいわけ。やっぱ星野さんが一番若かったからさ、うん、だからその下に和田さんが入ってきた。で和田さんは高橋健二さんについてた、はい、だから俺らはその 32GTR の頃ってさ、テストであれ大進格だっけ、小進格、うんと、あ、止まってたの、はい、で僕は扇屋だったの。あ、扇屋で米山間ってあって、一軍になったとき、その高橋さん、北野さんのとこ の米山間に、はい、うん、一軍、二軍って分かれてたから、そうなんですね、うん、
でも、チンチロリンやってたでしょ。いや、もうそれはもうやらないと、だって朝もね。だってそれで一睡もしないでチェリーのレースやる。いや、本当なんだよ。だから帰りいつも600円あの寄付してもらって、はい、高速代、はい、で帰ってきた。だからお金がなくなるまでやらされる、はい、でカレーをあそこで食べさせていただいて、はい、ありがとうございましたって帰るわけよ、はい、600円だけ持って。あ、うん、あ、じゃあ根こそぎ取られちゃうの。全部取られる。で先輩に書かすと、もう眠くなってきたなって終わるのよ。先輩が負けてたら朝までもう終わんないね、はい、そういう時代だ。だって次の日レースでしょ。レース関係ない。もうレース関係ない。関係ない。もう朝まで、うん、あ、そう、うん、俺でも帳面こうつけてあったの、うん、王者チャンピオンだったの、はい、全員に貸してたの、はい、高橋さん、あの佐奈子さん、はい、長谷美さん全員に貸してたの、はい、もう眠いから寝たいのよ、はい、寝たいけど、まあ順番にポーンってやるとピントロバカやろなんてまたやると死ごろなんて出ちゃうのよ。いや俺も早く負けて寝たいのよ。だけど最後鉛筆で書くだけよ、はい、うん、いや本当王者だったの。王者、うん、強いんだ。強いの。いけるんですか。え、だってもうだって40年も前の話だからさ。もう時効だよこれ。だけどそういういい時代だったの。だって本当になんだろう、その 32GTR のテストの時なんかは富士スピードウェイのレストランでさ飯食うじゃない。その時にその高橋健二さんが飯食って、あの人酒ばっかり飲んでるね。で飯、はい、え、まあ、北野さん、国さん、長谷美さん、トッペイさんっていっぱい並んでて、で何気にそこに僕がいたんですよ、うんうん、ケンちゃんが飯って言うから、うん、僕ケンジさんの横にいたんですよ、うん、で飯をよそうとしたら、うん、おめえじゃねえよ、和田さんが向こうから走ってきて、うん、飯よそって俺震えながら飯食ってましたよ。いやだけどそれ、その二軍で大木屋にいる時、先輩が7、8人いるじゃん、はい、全部僕がよそってくるね。それで自分でよし食べようと思うと、もちろんおかわりってなるから、はい、一番最後に味噌汁の冷めたら飲むわけよ、はい、いや本当なんだかこれ、本当の盾だから、もう昔のなんていうの、軍隊みたいな。あ、そうですよね、うん、だから今すっごいあのそういう意味でラブになってる、うんうん、そうですよね、うん、はあ、じゃあ星野さん、和田さんが入ってめちゃくちゃ良かったじゃないですか。めちゃくちゃいいよ。だって一番下で23歳くらいか、3か4歳か入ったの、はい、でもそのまた二輪に戻ろうかと思った。いやだって、いや二輪に戻ったらチャンピオンで入れるよ、はい、でももう四輪に行ったら一番下だからな、はい、でもあそこでやっぱ人間我慢っていうのも必要なんだよね、うん、そうです ね勉強になった、うん、いい意味ですごい勉強。和樹をその頃見てた、親父を。そうですね、はい、見てました、うん、どういう風に映ったの。いやもうなんか2人いたんで、僕は家の中でそのもうめちゃめちゃ怖いレースに行ったら、もう帰ってきたら、うん、もう家リタイアしようもんならドア蹴り倒してくれる親父と、あとはたまに遊んでくれる優しい親父と2人なんですよ、うんうんうん、なんで今日怖い日だ、お姉ちゃん今日は部屋でもう閉じ込まろうかみたいな。そしたらもう1時間後ぐらいしたら、もう母親から帰ってくるわよみたいな、ガン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 、もうリタイアした日は鍵開いてなかったら、もうドアぶち破っちゃうぐらいの感じで帰ってくる。マジで、はい、布団かぶった。やばい親父ですね。いや、やばい、本当にね、自分でもね分からないぐらい気性が激しかったね。で そのなんていうの、そのゾーンに入っちゃってんだよね。だからその切り替えが下手でね、うん、だからまあ家庭にはちょっと迷惑かけたかなって。ちょっとちょっとじゃないよね。俺だってさ、そのグループ A の頃だよ、3人 GTR の頃、なんだっけな、あれね、あの HKS とかいたじゃないですか、ああいうのがたまにポールなんか取るわけよ。
めっちゃ機嫌悪いわけよ、2番手で。それで俺モーターランド2でさ、レポーターなんかやるわけよ。それで国さんと星野さんのところにレポート行ってください、テレビ東京が。いや、やめた方がいいって。そのディレクターにね、絶対やめた方がいい、お前殴られるよって。で、ええ、行ってくださいって言うから、ええ、じゃあ話つけてきてよ星野さんと。で、行ったら案の定カメラマンもついてた。カメラマンは殴られるわ。ディレクター蹴り入れられるわ。ね、で、クリさんと俺で、ほら言った通りじゃん。お前今行っちゃダメだよ。ポールポジション取った時に行くんだよ。でもそれ嘘だから。何言ってんだ。だってカメラそのままバーン。いや、そういう時代だよ。いや、だから本当にさ、なんか星野一義ってもうなんか炎の塊みたいな、すごかったよね。だからかっこよかった、すんごいかっこよかった本当に。いや、もう精神的に余裕がないのよ。もうちょっと大きくなればいいんだけど、もうその自分で使命感でもうまっすぐしか見えてないな。今レース行っても全部いろんなスタッフが全部やって180度ぐらい見えるようになってる、3歩ぐらい下がってるから。でもその時はもうこれしかなかった。だって日産の社長花輪さんが来て、3分くらいお話ししてくださいって言われたのよ。だからウェックの時、スタート前に、いや俺はお話しする契約書に文章ないが、俺は優勝することで来てるからなし。あ、しちゃったのよ。だけど優勝したのよ。それでちゃんと持ってって、そういうふうにも全然偏ってたのよ。だからもうちょっとごますってあれしたら、もっと修正したのかもしれないけど。でも日産の頃、その GTR の頃ですけど、話を伺った時に寝れないって言ってましたよね。寝れないね、予選の前、決勝の前とか全然寝れない。だからすっごい神経が小さいんだよね。だからなんていうの、怯えてんだよね。怯えてるけど、もう踏むともう機関銃持ったように誰も怖くないんだよね。踏んだ瞬間にもう世界が変わっちゃうんだよね。だから二重人格かもしれない。ああ、でもそれはないと思うけどさ。だけど国さんも同じこと言ってました。やっぱこう寝られない。寝られない。で、国さんも酒飲めないし、星野さんも飲まないじゃないですか。飲まない。だから健二さんみたいに酒飲んでカーって寝れる人だったらいいなって言ってましたよ。だからあそこで心臓がもうちょっと太かったら、なんてドーンと構えてって、どっちがいいかって、僕は怯えてるタイプの方がいいんじゃないかと思うけどね。ずっと後輩がいろんな意味でチャレンジしてくるから、もっと勝たなくちゃ、もっと勝たなくちゃいけないってやるから、あれだよね、神経細い方がいいかもしれないね。イケイケだとなんか怪我するとか死んじゃうとかっていう話は、いや、そうそう、ね、いや、それと自信持ってて努力しなくなっちゃうじゃん。だから努力しないとあれだから抜かれちゃうから、でだから怯えてるから努力するわけ、だから人より5周でも10周でもたくさん走らなくちゃ。だから走行キロ数は一番だったと思う、日本一速いっていうのは嘘だけど、走行キロ数は一番だ。ものすごい走った、でトレーニングなんかしたことなかった。走ってることがもうトレーニングで、ずっとあれだから、いや、だって、まあ、星野さん全盛の頃って、F2 とかグラチャンとか、F3000 とかグループ A とか、そうラリーもとか、ああラリーも、テスト、いやだからグループ A の時なんかは水木金土日、だってグループ A はずっと乗らなかったよね。いや、北野さんとかマッチとか和田選手とか、鍵山と、だから3年乗らなかったね。それから日産から乗らなくちゃダメだったね。いや、だって日にちがないんだもん、F2 のテストだけで、テストだけで80日あったから、で、GC でしょ、で、日産の耐久、それでグループ A なんか乗ったら、それで海外のそのテスト、一人でテスト行くやん、で、ラリー、ずっとだから家庭にいなかったよね。だからお金使う時間がないわけよ。だからこの御殿ができたわけじゃない。いやいやいや、御殿ってだからもう走れば金になるから、だって金にならない走行ってなかったね。
まあそうでしょうね。いやオートバイからもうとにかくオートバイに乗ったらもうあのお金もらわないともうプロって意識がものすごい強いから、うんうん、トップでなくちゃいけないのよ、うん、テストがあの2番手じゃいけないのよ、うん、必ずトップにならないといけないのよ、うん、それ北野さんなんかに教わった見てもう北野さん時間が5時でもいいからタイヤ持ってこい、いやもう5時で終わりですって言ってもいや終わりじゃないね北野さん、うん、トップにならないといけないから、うん、延長しろって、はい、それでニュータイヤ来てこうやってよしいいって、ええ、いやだから今の人でいやもうテスト時間が終わりだから、うんうん、はいありがとうございます、そうじゃないのよそんな走行時間俺が決めるんだっていう感じだから、そういう時代なの。飛行機はファースト、ね、もうとにかくホテルは最高、はい、全部そのビップなのよ、だからかっこいいなぁなんて、いやもしね、だからそういう時代できたから、あのドライバーとしてはすっごい先輩がそういうあれを日産だからセドリックとか、うん、そういうあれレギュレーションみたいに作ってくれたのよ、うん、だからすごく良かった、へえ、感謝する先輩、先輩に先輩に、さあそして、引退です、星野さんが引退します、引退してからなんですけど、その現役を振り返ってどうですか。いろんな意味でその意欲チャレンジっていうあれでは僕はレースが学校だったみたいな、うん、いろんなその学校、うん、学校を作る、だから本当は高校中退であれだけど僕の学校はもうレースが全部教えてくれたっていう感じで、うん、そういう意味では、モータースポーツに感謝するね、うんうん、だからそのずっと馬力馬力馬力で高度成長が来るとともに、うん、ずっと2輪から4輪高橋さん北野さん、うん、全部そうやって追いかけてきたじゃん、うん、だからすごくいい時代だった、うん、で練習もってあのすごくできるし、うん、今の人は走行時間縛られちゃうじゃん、そうですね、うん、だからすごいそういう意味で、でもその中で僕もそのフォミュラーとか GC とかルマンとかそういうチャンスをもらうためにどうしたかといったら先輩の車鳴らししたり、うん、先輩の運転手やったり、うん、そういうことをやって這い上がってきたからね、うん、何かその這い上がる何かを自分で探さなくちゃいけないと思う、うん、うん、黙ってだってもう先輩がローラー買ってシェブロン買って、うん、マーチ買ってなんてやってるのずっと指くわえて、うん、見てたから、はい、だけどちょっとした FJ1300 とかそういうので、うん、チャンスがそれ東名自動車の部品をいっぱいトランクに積んで、うん、東名自動車に届けるわけよ、うん、でブルーバード U はこんなになって走っていくわけよ、うんで東名自動車でお前をじゃあファクトリーとして乗せてあげるって、うん、それは2年ぐらいそうやってたから全部下積みがあるわけよ、うん、チャンスを取るためにだから何かのじゃあ俺はお金がないからレースできないっていうのは理由にならないと思う、うんうん、そうですね、ならないならない、うん、何かのチャンス、うん、モーターサイクルからそうだから、うん、ずっと先輩の車をオーバーホールして最後にガソリン集めて、うん、こう集めてタンクにちょっと5リッターぐらい入れて練習したんだ、うん、だってファクトリーじゃないから、うん、先輩の車整備メンテナンスして乗るチャンスを得て、うん、でチャンピオンになったわけ、うん、だから全部その下から難解があるわけよ、うんうん、だからマシンをそれは両親に買ってもらって、うん、何々言ったらなかったから、あお風呂を脅かして、郵便局で金を下ろさして、うん、あのシャーシーのオレオレ詐欺、うん、そうそれでチャンスをつかんだこともあったけどね、そこにちょっとそこにいた、あ、そうエカズキも何かやったお母さんにちょっとうんカードがね、うん、へえ、だけどその時代って普通はこう、うん、出る杭は打たれて、うん、出られないじゃないですか、うん、そういう時代じゃないですか、うん、そうだね、うん、でもそのあれ気持ちをよく両親のあれを見てるからね、うん、学校行かなかったらオートバイ買わざるを得ないようなところに持ってくわけよ、うん、4日間行かなかったから、うん、
で困って、便利を買ってもらえた、うんうんうん、だからなんか両親を脅かせばあのなんか叶うもんだなっていう、うん、でも嬉しかったのは大学までちゃんと行ってくれたから、ね、うんうん、本当はそれが約束じゃないですか。そう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 、ね、大学出るまではやらせない、うん、それはもうずっと言ってたじゃん、うん、だから申し訳ないスタートを遅らせて申し訳ないと思ってんだよ、うん、どうですか今は星野さんから見て和樹は、うん、まあ、引退はしましたけど、うん、このインパルを継いでくれるじゃないですか、うん、だから今はそういう意味で数字とかもいろんな意味で、なんていうの、僕を超えてってほしいし、うん、ただ世の中のそのビジネスのねあれっていうのは僕よりそのいいとこ行くんじゃないかなとは思ったりするけどね、うん、やっぱりみんなのそのフォローを助けてもらって、うん、その成長していくわけだから、うん、そういう意味で感謝忘れないようにって感じでね、うん、僕ももう日産イコールブリヂストン、うん、カルソニックっていろんな人がもうみんなフォローしてくれて、はい、星野っていうのを作ってくれたわけだから、うん、もう感謝感謝ですよ、うんうん、だから感謝忘れないようにって、うんうん、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、うん、商売下手ですよね僕はね、はい、いや僕は下手でいいの僕は下手でその金子っていうそのスタッフに、はいはい、埼玉でダイハツでナンバーワンになったの、はい、うん、だから僕は金を全部作って5000万この作ったから、うん、これでちょっとスタートしたいんで、うん、これで20万円で生活してくれっていうのでスタートしたの、うん、インパルそう、うん、で僕は給料なしで日産からもらえるから、うんうん、でセレナを1台買って、うん、それでスタートで本当に工場も何も何にもない、うん、NBC の社長のとこ行ったら、うん、星野くんがやるんだったら手助けしようと、うん、で、あのデザインも01ももらったわけ、うん、全部そうやってみんながやってくれた。それ吉祥寺？吉祥寺、あ、いや吉祥寺、あの土屋くんが来てくれた時はショールームなんかないから、ないない、事務所だけだから、はい、うん、事務所だけ、はい、家賃10万いかなかった、うん、それだけでスタート、はい、うん、へえ、だから本当に金子が東北の仙台あたりその先行った時、星野チェーン買っていいかって電話が来たね、うん、いや当たり前でチェーンなんか買えよ、うん、いや経費でもうその大変だから、うん、本当泊まるのもビジネスホテルも安いとこ探して、うん、そうやってスタートして。インパルの最初ってホイールですか？ホイール、そうですよね、ホイール、ホイールで東名自動車の鈴木さんが星野にはできない、うん、僕はできない、だけど、うん、ホンダの総一郎さん、うん、それで藤沢さんって、うん、そういうあれで販売とあれとこう違うから、うん、全部完璧な人はいないから、うんうん、だから僕はもうそっちはもうできないでいいわけ、うんうん、ただ協力はするけどね、東北省産委員会いろんな、はい、だからそういう意味では、うん、金子がいたからできたんだよ、うんうん、だからどっちが抱えてもだ、金子にじゃあレースやれったら、うん、あいつ運転うまくないからダメじゃん、ね、え、金子さん下手なんですか好きだけど下手だね、うん、で僕はビジネスがどちらかというと名刺渡すのにこう震えてたから、もし、うん、よろしくお願いしますなんて、はい、あ、レーサーの星野さんですかって言ってくれる人もいるけど、うんうんうん、あ、レースやってんの、あ、そう、まあ、何かあったら寄ってって人もいろいろいるから。そんな人もいるの？いるよ、だって北海道から九州まで2年間で日本海全部歩いたから、うん、ホイール1本持って俺は営業に行って、うん、1人で行く。あ、そう、うん、博多出発すると鹿児島で飛行機帰ってくるときも4泊5日で帰ってくる、うん、はい、そうするともうすぐサーキットですよ、うん、だからそれはそんなことやってるから、田中博監督にレースがちょっと鈍るんだっていうわけ、ね、うん、でもみんなそのタシさんとか柳田選手ビジネスやって、うん、こっちはにこ、ね、走る上でのトップ、うん、両方欲しかったの、うんうん、あ、大城さんからするとじゃあタシさんと柳田さんが人生の先生みたいな、うん、いや林レーシングのレーズンの
柴さん、うん、で田中さんワークの、うん、田中さんの真っ黒になって FL 押してたんだよ。あ、そう。それが年収を越してるなんて、でとんでもない世界なのよ、はい、年収って年商ね。あ、はい、うん、だからこれはダメ、両方やらなくちゃダメだっていうのが、うん、そこで29歳の時、うん、両方やらなくちゃダメだってずっとその思ってた、うん、へえ、うん、なるほどね、うん、だって片やもうみんないろいろあれしてハワイでゴルフ何々ってやって、うん、レーシングドライバーで何年続くんだっていう世界で、うん、ね、うん、いやだからそう考えるとやっぱ公務員じゃないから60歳まで65歳までないじゃん。え、でもインパルを始めたのが29歳、じゃあ32歳、だから2、3年時間かかってるわけよ。なんかこう一番遊びたい時期じゃないですか、金はあるし。だから車一切買わない。あ、そう。だって日産でタダだもん、全部。もうタダよりいいものはないのよ、うん、だからみんないい車買って、ジャガー、和田なんかもジャガー買ったりなんか、はい、みんないい車買って、俺一切買ってないよ。そう、買ってないんだよ、今でも買ってないんだよ。あ、そう。会社名義で。はあ。だって徹底してその地盤を作らなくちゃいけないって言われて、うんうん、だからモーターサイクルからのあれが経験が生かされてるんだよ。つなぎ一つだから、うん、毎日休みなしで毎日整備メンテナンス。でだけど32ってさ、億稼いでるわけよ。遊んじゃうよな。遊んじゃうよね。そうでしょ、はい、全部俺に入る。あの頃極端に言うと日本タバコから何からもういろんなあれで入ってくるの、はいはい、ね、全部会社に 100% 会社、はあ、いや個人は入れてない、 100% 会社に入れて、それで数字を見てバランスを見て、レースはやっちゃいけないっていう考え方だから、うん、星野レーシングなんで、うん、それは儲かない、金を使うだけだからダメだと、うんうんうん、だけどやっちゃったんだけどね。星野、うん、レーシング、そう、その辺の数字の弾き方が、うん、大学でも教えてくれないと思うけど、うん、ずっとそのレースをやってビルを建てた人もいないわけよあんまり、うん、だけどビジネスやって林レーシング、ワークさん、渡辺ホイール、スピードスターって、うん、みんなベンツ乗ってるわけ、はいはい、だけどこれおかしいなと、うん、レースの走り屋だけでじゃいけないっていうのはそこを思う、うん、いやだってその頃ってこのホイールすごい売れたじゃないですか。だから売れたけど銀行に行って支店長の部屋を借りて、これはどうしたらいいんだって、うん、ただ土地を買いましょうっていうのがここだったの。でイタリアの専務のところに相談に行ったら、バカ野郎、今買ってこいって言われたのよ、はい、林さんが、はい、今買ってこいって。で銀行に言ったら、ああ融資します融資します、はい、だって売り上げがすごいんだもん、うんうん、そんな売れたの。これ一番売れた時は30億くらい売れたよ。いやまあ、その俺大げさなことは言わないけど、はいはい、いやだから金は絶対に使っちゃうのよ、うん、だから物にしなくちゃいけない、うん、不動産不動産ってこれ全部銀行が考えてくれた話よ、うん、で僕は走り屋だから、うんうん、銀行屋さんのそのあれにはシミュレーションにはかなわないんだよ、うんうん、はだから僕の周りにはいっぱいそういう人がいて、僕を何でもこうビジネスで来る人がいるんだけど、うん、そんな儲かるのお前がやるよってこう言って、僕は車以外のことやんなかった、うんうん、だけどインパルはホイールから始まったじゃないですか、はい、それがいつからこうやってカスタマイズするようになったんですか。うん、それで余裕がある時にシルビアってエアロとかサスペンションとかエンジンも5リッターのエンジン作ったりとかいろいろ経験してきたけど、うん、例えばグッズも全部いろいろ小物も全部やってるでしょ、うん、でもなんていうの、やっぱ車、本当の車で行きたいんだよね、車オンリーで、うんうん、だから
それが多少なりともそのデザインで、うん、あのファンに好まれる、うん、売上が伸びる方向にして、うん、本当は自分ではもっともっとあのシンプルにいきたいんだよね、うんうん、でもシンプルじゃないですか、割とインパル、うん、インパルなやろって、そうそうそう、綺麗なあのボディと一体感、ね、あのその全体のバランス、だからそういうあれでいくとインパルの商品が1割2割高いですねなんて言われても、うん、それだけその製品に光が当たっても、うん、あの波を打たない製品には自信を持つような、うんうん、そういうあれでいくと型代も高い、うん、あの塗装何々も仕上げが高い、うん、それでもやっぱそれにこだわってるよね、うん、でそれがやっぱ長生きできる秘訣じゃないかなと思う、だから中途半端にボルトオンでデーラーさんがピシッと合うようにはいっていうような感じの製品でないとうちは納得しないんだよ、うんうん、ユーザーに対しては、うんはい、うん、ちょっとそこを削れなんていうのはダメなんだ、うんうん、ピタッと、うん、合わないと。へえ、いつ頃からこういう風なカスタマイズをするようになったんですか。だからちょうどもう今年で41年目だけど、うん、銀行さんで40年ってそのランの花くれたんだけど、40年って 10% ないらしいんだよ、うん、いや10年20年あるけど、うん、40年っていうのは、10% 以内なんだ、うん、だから星野さんおめでとうってそのみずほ銀行に言っていただいたんだけど、うん、僕は全然そういう考えなかったんですけどね、うん、ずっと僕はカスタムカーってここができてからだよね、はい、そうだよね。でも三鷹ちょっとやってたね。やってたね、うんうん、だんだんですよね。ここができてから割とこう大っぴらにインパルのエアロが出回るようになったかなっていう印象なんですけど、例えばそういう時にブームがあってそのエアロつけてその例えば200万円台のセドリック・ゴルディアがデーラーのあれで2000台3000台ってこう眠ってると、うん、それを全部お金にするのにってインパルのエアローとホイールつけて日産で売ってもらったりね、うん、だからそういうのをどん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 一つずつ成長してね、うん、いくのにやっぱり自分たちも考え方も成長していくと思うんだけど、じゃあできれば国内だけじゃないとか、うん、マレーシアとか、うん、そういうふうにこうアジアでこう広がっていったんだけどね、はい、だからずっとでもあの車については新鮮な目でね、うん、チャレンジしていきたいんだよ、ね、うん、だけどそれがもう今はもう9割以上もう若いスタッフにあのやってもらってる、うん、だからあまり口を出すなっていうような目になってきてるからね。いや本当に本当にでもうるせえよっていうような目を感じたら、あ、いけねえ、俺なんか用事を思い出したなってこう帰るんだけどね。その辺のバランスも難しいのよ。だから、ね、うん、だから最後の詰めで決めていくのに、あ、これ俺抜けた方がいいなとか思うときは抜けると、うん、若いスタッフでこう全部考えてくれてるから、うん、いいんじゃないかなと思って、例えばそこで野球じゃないけどバッターボックス行って三振してもまた使うぞっていう感じでないと、一回失敗したら使わないんじゃもう育たないでしょ。だからもう 100% 来なくてもいいっていう時間もう近いよね。5言ってるけど創始者はどう、半分ぐらいは合ってると思います。カズキに全任せではない。うん、ちょっとやっぱ心配なところ、まあ、できれば自分の、あ、その売り上げとかそういうことより自分のブレーンとかその人間を見て、その自分のスタッフを何やり人間を見て育っていくような、とかもうちょっとこう成長してくれるといいなと思うんだけど、うん、どう、まあ、レースでも走るだけじゃなくてセッティングっていうのあるじゃん、はい、だから自分のその場合のセッティングっていうのがやっぱあるわけだよ、うん、そういうのをその大学で勉強できないのをちゃんと吸収していってほしいのよ、うんうんうん、学校だけじゃないんだよね。それってそのこのインパルを経営する上で今ちょっと引いてるじゃないですか、うん、ね、カズキに任せよう、うん、いやちょっと引いてレースを引いちゃってるから。だって監督やってるじゃないですか。いや、それは名前。
いやいや、テレビで結構暴れてますよ。いや、暴れてる。いや、暴れてる。だけど、それは本当、たしなみてえの。だから、本当、本当に現場では高橋、そのデザイナー、大江木、和樹って、みんなの中でこうやって、それで、それ、1歩引いて、2歩引いて、3歩引いてるから、全部が見れるわけ。はい、で、スポンサーさんが来たら、あ、どうもありがとうございます。はい、何から全部こう気を回してるんだ。はい、で何か行くと何やってんだってことになるんだけど、いやだけど結構、いやいや、だけど聞いてるけど、はい、僕のラジオはないじゃん、コメント言っちゃいけないって僕はつけてないから、あっち向いてる、うん、いや向いてる、ついてないの、あ、ついてない、ヘッドホンだけ、あ、これは全部のその30代40代50代にその人に任せないといけないっていうのは全部引いてるから、でもそれを転がし方、その方向を間違ったらちょっと待ってと、うんうんうん、こうじゃないか、ああじゃないか、うん、だって野球でも三塁ランナーがホーム行くのにそこの現場のコーチが指示するわけよ、うん、監督はベンチの方だから、うんうんうん、だから今行けとか止まれとかっていうのは、ああストップとかっていうのは監督じゃできないわけじゃん、うんうん、だからアグネ選手も中にいるでしょ、はい、うん、だから任してる、うん、はあ、なるほどね、うん、だからあそこ行ってギャー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 言ってるべきじゃないの、うんうん、なるほどね、いや僕の考えよ、うんうんうん、いやだから現場はやりやすいんじゃないですか、ああそうそう、レースでそうそう、思いっきり暴れてほしいわけよ、どんどん行ってホームラン狙ってほしい、ヒット打ちたいとき、だから野球も1番から4番、9番まで全部ホームラン王じゃダメなのよ、うん、やっぱスクイーズする人もいるし、うんうん、全部その場そのポジションがあるから、レースもそうな、デザインする人はそれを外から見てコーナー、和樹、うん、がコーナー見に行って大江木先生がどうだったって、うん、そのいろいろ言ってですね、高橋が現場の作業、うん、全部ポジションがあるわけよ、うん、それでそれは僕ポッと後ろ下がって、あ、何もしない監督なのよそれはねえよな、いや、それはないと思いますよね、無言のプレッシャーもそうだし、無言のプレッシャーは目で訴えてるだけだって目的は勝とうとしてる目的の、ね、あれがすごいもう強いわけ、うちは、いや今回2位でいいっていうのはないから、うんうん、全部その終わってからデザイナーも何もそのいろいろあれして、このどういう方向で考えてるかっていうのを全部耳で聞くから、僕だからね、うん、そのやっぱこうカメラマンって星野和義の美味しいところを知ってるんですよ、あ、そう、だから絶対狙ってんですよカメラマンって、あ、そう、だからそのテレ東もそうだし J スポーツもそうだし、うん、ここは暴れるなっていうそこは絶対狙ってんの、みんな、いや暴れるなっていうのは、その僕はそのアドバイスと思ってそう、うん、はい、ということで、最後になりますけども、星野さんにとって高橋邦光とは、いや僕はもう中学2年生の時にあのドイツグランプリで優勝した、うんうん、その月桂樹をかけてそのあれ、いやもうこれは、うん、あの数学とかその社会とか勉強、こんなことやってる場合じゃないと、うん、早く鈴川に行かないとダメだと、うん、だってその写真が今でも焼き付いてる、こっちにレッドマンもいて何、うん、もう日本人がドイツ GP で優勝して、うん、6気筒でね、はい、いやそれに乗れる、いやその現実にその乗せていただいたんですけど、うんうん、いやそれはねとんでもなくあのすごいものに見えたの、うん、ドイツグランプリの優勝が、優勝が、いやだからもう先生が黒板書いて何か言ってるとモーターサイクルオートバイの本見て、うん、はあすげえな、もういや授業中それに巡り合いちゃった、それが高橋邦光さん、北野さん、もうそれでもうオートバイ以外は頭に入らないよね、うん、だからもうやり通しちゃったんだからいいんじゃないかな、なるほどね、僕はそれで勉強してたら多分東大は主席で出てるよね、いやそりゃそうだよ、いややることを徹底してやるから、あーなるほどね、徹底、だからビジネス入っても徹底してやってたから、うんうん、まあでもすごい生き方ですよね、星野さんの生き方ってね、まっすぐで、う
いや、まっすぐ。だから、ね、うまくお世辞言って商売でごま吸ってどうのこうのできないんだよ、うん、よろしくお願いします。だけど買ってくださいって一度も言ってないの。あ、そう。いや、一度も言ってないの。いや、こうやって来たんでよろしくお願いしますって名刺配って全国に行くと、ね、サーキットにいろんな人来るじゃん。いやー、どうもどうも、おじろさんって言っても覚えてないのよ。覚えてない、覚えてないのよ。あー、どうもどうもどうも、おい、金子あれ誰だったってこういう状態なのよ。それは国さんと一緒ですよ。いや、いや、本当なのよ。そうなんですか。だって北海道から九州まで何件、そうですよね、名刺を2箱、2箱こう持って全部配って、そのたんびにこうやって、あれ誰って、うん、九州行けば誰だ、 ね、北海道から、うん、全部あるわけだから、はい、相撲行けば日本海の人 も誰かショップの人来るじゃん、うん、いやー、あの時星野さんって言われて、あ、どうもあれお世話になりますって言っておけばいいわけだ。そう、後から誰だったかな、うん、そこは国さんと一緒ですね、星野さんはね。いや、国さんも、ケイちゃん、今の誰だっけ。毎回ですよ、毎回。毎回。だから似てるよね。この二人は似てる。じゃあ最後に、和樹から見た人間星野一義、はい、レーサー星野一義、はい、この二つを語ってください。そうですね。うん、人間星野一義とは、いや、もう本当に、なんて言うんだろう、完全丸裸のまま生きてる人だと思うんですよ。隠さないよね。着てないところから人間は服を着てってこうなっていってるけど、うんうんうん、もちろん今服着てますけど、裸のまま自分が思ったようにやってきたし、うん、着飾らない人だよね。そうですね、はい、レーサー星野一義は、うん、いや、もう僕じゃ喋ったらいけない場所だと。いや、だけどさ、和樹は一番見てるじゃん、はい、背中を。そうです、ね、ちっちゃい頃から、はい、ね、俺らはちょっと遠くの方からハスに構えて見てるけど、はい、和樹はさ、ずっとちっちゃい頃からもう星野一義っていう背中を見てきたわけじゃない、はい、その生き方としてはどう、レーサー星野一義、うん、僕のことも忘れちゃってるんじゃないかなっていうぐらいの集中力でした。家族もやっぱり応援に行ったらダメだった。なんで僕が小学校の頃応援に行きたいのに行けないの、うん、母親に、うん、いや、ダメなの、あんたもう行ったら怒られるのよとか、うん、怒られるの、怒られるの、お父さんの応援に、うん、レース見に行きたいのにダメ。ダメだったんですか。いや、ダメっていうよりね、いや、例えば僕がそのただ現場がサーキットで、うん、現場が工場だったら子供連れてきても邪魔になるでしょ、うんうん、だからそれぐらい僕はこれ現場なのよ、うん、だからファミリーで楽しむのに家族が楽しむようにってそういうあれ一切ないのよ、うん、大人とか理解しました。やっぱりサラリーマンがじゃあ子供が可愛いから俺の仕事がお前じゃあデスクの横にお前見とけって、うん、それねえだろう、うん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 、俺仕事しに来てるの、お前らが一切来るなって言われた時に、うん、あ、大人になった時なんですけど、うんうん、あ、そうか、そういうことだよな、うん、自分もやっぱりその、うん、レースに集中して、うん、まあ、自分レベルですけど、うん、そのやってた時はやっぱりそのじゃあ彼女呼んでなんとか呼んでってやっぱりできなかったですね、うん、だから、あ、こういうことだったんだ、これがもう突き詰めてすごいところまで行くと、うん、自分の子供、嫁すらも寄せ付けなかったんだっていうのは、うん、理解できました。というと結論的にはもう、はい、和樹的に人間星野一義、はい、レーサー星野一義っていうのはもう全く一緒だ。そうですね、まっすぐで、はい、ね、レーシングモンスターでした。レーシングモンスター、レーシングモンスターということで、締めさせてもらいますけれども、まあ、星野一義さんをね、和樹もそうですけれども我々まあ、引退しましたけれども本当にあの追いかけてきた背中、大きい背中、それを見させていただきました。まあ、星野さんがね、二輪時代からずっと、叩き上げでやってきて日産に入って、日産一筋 でまたインパラを立ち上げてこのホイールから叩き上げで、ここまで来たと、今はもう、和樹がここのインパラを背負っていかなきゃいけないわけですけれどもね、さらにこのインパルをね、盛り上げていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとう、ありがとうございました。
さあということで、もしも和義を語る、ね、歴史を掘り返しましたけれども、星野さんにもうちょっとこう味をね、あの頃の熱き炎の塊星野和義を、まあ、思い出せとは言わないですけど、ちょっとねグループ A の本物の3人 GTR が岐阜から来ております。レイニックのエンジンです。本物です。これをちょっと星野さんに乗っていただきたいなと思います。どうぞ。さあそれでは星野さんに1990年を思い出していただこうと思います。怒られてる。それはなかなかポジション思い出すよね。思い出しますよね。なんかスタートする気持ち。あれ、なんか星野和義エンスト。どうですか。いいね。昔に戻ってる。ああまさか星野さんの横に乗れるとは。とんでもないです。すごいね。650馬力。俺も。Listen to